What's up, everybody? AJ here, back with another video. So I'll be checking out Kafka's Companion Mission in Honkai Star Rail. Before we jump right into it, if you guys like my content so far, do me a huge favor by leaving a thumbs up. It actually helps out a ton. And if you want to see more stuff like this in the future, go ahead and click the subscription icon and the bell notification to have them updated in your sub feed when the new videos go live. Which button was this? Ah, there. Hi, Mom. How are you? Is there any way to, like, zoom in or some sort? もしエリオのような目を持っていたら、この世界は今、私と君が見ているような姿じゃないんでしょうね。無数の可能性が折り重なり、異なる選択が引き起こす結果を表している。そして一瞬ごとに、無数の選択が同じ点に収束し、現在となり、過去となり、これが君の選択？私の頼みに応え、助けてくれること？ Yes, it sounded like you needed some. ええ。ジンの状況には私も手を焼いているの。この選手で。頼れるのは君しかいなかった。OK。魔音の実。それは逃れることのできない長命種の宿命で、折り重なる感情と記憶が引き起こす狂気の病なの。ジンはほとんどのことを忘れてしまったのに、魔音の実は依然として何らかの形で彼を苦しめているの。先週に来てから魔音の実の発作はとてもひどくて、一時期は私の言霊でも抑えられないほどだったの。こんな状態では生還旅行をすることなんてできない。だから私は言霊で魔音の実の影響を弱め、しばらく封印しようと思ってる、でも言霊を維持している間は他のことに気を回せないから、君に守り役をお願いしたいの。ジンを抑えている間、私を守ってちょうだい。 OK。 私はいつ危機が訪れるのか、どんな危機なのかも知っている。だから心配しないで。私たちが協力すれば必ず難関を越えられるわ。その上、君が何らかの被害を被ることもない。今近くをうろついているモンスターがいるんだけど、そのまま放っておくと面倒なことになる。やっつけてもらってもいいかしら。君は必ず勝つわ。Got it, Mom. Let's do this. Stellaron Hunters. Letters from a Strange Woman. So, clear out the enemies roaming nearby. Damn, she's sexy AF. Okay, let's do this. So, I believe there's one roaming around here. Okay, so I think that's pretty much all of the enemies nearby.Oh, wait, wrong location. You return to Kafka and Blade's hideout and wait patiently for a while until Kafka cuts the spirit whisper short. 目を開けたら君の姿が見えるなんて、久しぶりの体験ね。How was progress on your side? そんなにすぐには終わらないわ。ジンの現実を感じる機能は私によって強制的に断たれたわ。今の彼は私の声しか聞こえず、私が触れたもの以外は何も感じない。そして私はこれから彼の意志を泉州から遠ざけ、将軍、渓流、
王政と君のお友達の炭鉱君を忘れさせるつもりよ。Okay. この家庭も同じく邪魔が入っちゃダメなの。でも始める前に君の質問に答えることはできるわ。Okay. 助けてもらうんだもの、お礼としてね。私に聞きたいことはない？私は君を眠らせたのに再び呼び起こした。ヘルタで放置したのに今度は選手へと誘い出した。多くの説明を省いているけど知りたいと思わない？いや、anyway, now that you mention it. 急がないで、時間はまだあるわ。まずは考えてみてから戻ってくればいい。 OK。 でも普通に答えるなんてあまりにも退屈よね。 OK。 嘘か真かゲームをするのはどうかしら。 Truth and lies? Really? これは私が銀狼とよく遊んでいるゲームで、心理戦みたいな要素があるの。 Really? 二人で交互に質問するんだけど、嘘をついてもいいのよ。でも答えは必ず一つの真実と一つの嘘でなければならない。Okay. つまり私が答える内容のうち一つは真実で一つは嘘ってことよ。でもどれが真実でどれが嘘かは質問をした人が自分で判断する必要があるわ。 OK。 でも無限に時間があるわけじゃないから2回だけ遊びましょう。私は2つ質問したいことがあるから、君の質問にも2つだけ答えてあげる。忘れないで、一つの真実と一つの嘘よ。 What if both my answers are true? あら、それはルール違反よ。オフ。ゲームは双方が自覚を持ってルールを守らなければ成立しない。でもルールを守らなくても私には知る方法がないから、道徳に君を裁いてもらうしかないわね。でも私は誓えるわ。必ず一つの真実と一つの嘘というルールを守るってね。お手本としてまずは私から質問するわね。 OK。 緊張しなくていいのよ。一つ目の質問は緊張するような内容じゃないから、ただ真実と嘘で答えればいいの。このゲームの面白さは二つ目の質問の時に現れる。 OK。 一つ目の質問をするわね。君は私をどう思っているの？ん？は？俺がカフカをどう思ってるかって？どう答えればいいんだ？もし本当のことを答えたら次は嘘をつく必要がある。逆もまた同じだ。もしくはルールを破る。本当に破っていいのか？ほら。OK。I'll go with the truth then. やっぱり本当のことを答えよう。ほら、こんな感じよ。簡単でしょ。君は自分の考えを隠すのが本当に上手ね。一旦ゲームを中止しましょう。あ、really? 運気軍が来たわ。彼らを追い払ってちょうだい。just defeat them, right? え、私が処理するから。その後のことは心配しなくてもいいわ。衝突は避けられない。これが運命なの。Conflict is inevitable. Okay.
Talk to the fish. Okay, done. Now let's head back and have a conversation with Kafka. ほら、これが未来よ。無限の可能性があるように見えても、決まったことは必ず起こるの。今の衝突は避けられなかった。なぜなら、他の可能性が存在しないからよ。私の言霊はまだ駆け終わっていない。でもその前にもう一回だけならゲームをすることができるわ。質問はもう考えたかしら？考え終わったら来て。それまで待ってあげるから。嘘か誠かゲームを再開しましょう。君の番よ。質問は二つだけ。カフカは片方だけ本当のことを答え、もう片方は嘘をつく。でも俺はカフカがどの質問に答えるときに嘘をつくのかわからない。 OK。 何について質問しようか。Let's ask about Kafka. Kafka. 彼女は俺を請求列車に送り込んだ。彼女に関する全てが謎に包まれている。俺は彼女のことをもっと知りたい。 Let's ask. Who are you? 以前の私？私はかつてデーモンハンターだったわ。What? 私は性格によって汚染された星、プテルゲス5の新バビロンで育ったの。そこの人類は恐怖を知らない。その概念がそもそも存在しないのよ。人は恐怖を感じないと欲望と快感に支配され悪魔になる。任務をこなしていた私をエリオが見つけて、そして私は彼が提示した条件にとても興味を持ったの。何を言ってても、ちゃんと考えがあるように聞こえる。本当なのか嘘なのか、わからない。君の表情から読み取れるわ。その質問はダメよ。本当か嘘かを教えることはできない。思う存分推測をして、答えを胸に抱いて次の質問を選ぶ。これこそが嘘か誠かゲームの楽しいところよ。Okay. 君の次の質問が面白いことを期待しているわ。このゲームのルールは現実と同じよ。私たちはみんな自分に無限の可能性があると思っている。でもよく考えてみたら本当の可能性はごくわずかで、どの質問と答えも過去の選択に固く縛られている。未来はまるで迷宮のようで、多くの分かれ道は誘導に過ぎない。本当の道は一つしかないの。 What's that supposed to mean? What should I say? Is the future predetermined? いいえ、決まっているのは価値のある未来よ。
信じられないのなら試してみるといいわ。もうすぐもう一度戦闘が発生する。君はこの可能性を変えられるかしら。 OK。 Try to change the future and prevent the battle from happening。過ぎ去ったことは重要ではない。 Right, let's head back. へえ。さすがね。でも未来に起きることは依然としてはっきりしている。本当の試練はこの後にやってくるわ。若い運気軍の剣士は手強い敵よ。ああ、かまにかみしでもその前に嘘か誠かゲームの続きをしましょう。また私の番ね。 OK。 二つ目の質問よ。君はまた私に会いたいと思う？ああ会いたいかどうか、どういう質問なんだ。彼女が一番答えを分かっているはずだろう。答えは当然。ほら。But thing is, I have to lie, right? The thing is, I already gave my truth earlier on. So... I want to meet you.だから俺の答えは、Obey the yeah, I'll just obey the rules of the game。いいでしょう。私の質問はこれで終わりよ。驚いたわ。まさか君を見透かすことができないなんて。Are you satisfied with my answer? ええ、一部はね。私にとってこのゲームの答えが本当か嘘かなんて重要じゃないの。さあ、次は君が質問する番よ。準備ができたら私を探しに来てちょうだい。Well, I'm always ready, so let's do this. 君の質問はこれで最後よ。私に思わぬ驚きをもたらしてちょうだい。前の質問でカフカが嘘をついていたかどうかはわからないけど、確定していることがある。Mm-hmm. 今回彼女はルールを守って答えるしかない。思い切って全く新しい質問をするのはどうだろう。Okay, let's venture into a whole new topic. Or should I keep asking about her? Let's keep asking more about her then. Kafka. 彼女は俺を請求列車に送り込んだ。彼女に関する全てが謎に包まれている。俺は彼女のことをもっと知りたい。欲しい未来があるからよ。エリオは可能性を見ることができる。彼の指示に従って行動すれば
その未来にたどり着くために必要な条件を教えると約束してくれたの。性格ハンター、せっかく将軍様が慈悲の心で逃がしてあげたのに、君たちは恩知らずなんだね。あれ、どうして性格ハンターと一緒に？この子は私の言霊に操られているのよ。私の暗示は異変に気づかせずに他人を操ることができるの。ねえ、あの少年を倒してちょうだい。それで君の任務は終わりよ。この下道めん。はい、楽です。やっ、さあ行け。いいところに来たわね。ダム、盛り上がってるじゃん。もっと、うちの出番。己を解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊楽。What the hell? 殴ったのね。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。さようなら。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。カズミ、呼吸するその感覚覚えておいて。この曲もあんたに。ハイになる。立ちなさい。ついてないね。Wait。 悪を払う。逃がさない。重傷じゃの。取りゃ。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。死んだだけで。落ち着いて。盛り上がってるじゃん。ブラッシュ乗ってる。うち、なかなかやるじゃん。己を解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊楽。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ナイス。あ、リビカバーさん、ベイト、リアル。その感覚覚えてみて。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。Not good enough. Oh shoot. 立ちなさい。Oh okay. The DOT got the job done. Nice.Kafka used Spirit Whisper on Yenqing and told him to leave, then breath a sigh of relief. もし君がいなかったら、私とジンはさっきあの子に捕らえられて、優秀国に入れられていたわ。サムと銀狼が私たちを助け出してくれるけど、ジンはひどい怪我を負うことになるでしょうね。
その上、私たちと選手の関係はもっと悪化するはず。できれば、そんな未来は避けたいと思ったの。OK。もう、行ってもいいか。Oh, Lady is awake right now. 一時的に魔音の実を抑制できたわ。あまり強い刺激を受けず、知っている人にも会わなければ問題はないはずよ。待って、私と一緒に来ないの？すまない、カフカ。一人だけ、たくさん世話になった人がいるんだ。その人に会いに行かねば。それなら好きにすればいいわ。どうせこの後のことについて、エリオは何も言っていないもの。助けに来てくれて本当にありがとう。また会いましょう。And is that the end?お前のことは覚えている。は？お前は以前カフカに付き従っていた。違うか。いつだったかあの女がある任務をこなしていた時に、お前がそばにいた。覚えているぞ。What? あの女と共にいてあんなに長く生きながらえたのは、お前が初めてだ。Guess I owe her my thanks then. どの性格ハンターもエリオと取引をしている。他の奴の取引内容など知らないが、カフカが俺と同じようにエリオに使われていることを考えると、その望みは並大抵のものではないだろう。あの女が行ったことすべてには大きな代償が伴っている。きっとお前を生かすためにさまざまなことをしたはずだ、小僧。OK。あ、and that's the end of Kafka. And that's the end of Kafka's companion mission.Well, at least we get to learn a wee bit more about Kafka's backstory based on the truth of lies question that we did earlier on. Also, right, this may not be the best companion mission that I've ever done to date, but at the very least, it's an interesting one as we get to learn more about the Stellaron Hunters such as Kafka and a wee bit of Blade.And I'm genuinely curious, who is Sam? Oh, by the way, guess the only way to find out is we have to wait for the next update.